これね、ラブパワー、ラブパワーっていうのかな、うん、ラブパワーさんの発電、ソーラー発電、するやつらしいんですけども、まあこうやってね、パタパタパタっと B5 よりちょっとちっちゃいぐらいかな、うん、こういうソーラーパネルがついてて、でこれで実際に発電できるっていうんですけど、16W って書いてあるけど、どんなもんかなと思うんですけどね。 16W デュアルポート、あ、この中にコードだな、あ、2つ入ってるんですね。まあこれでできるって書いてあるんですけども、DC5V 3.2 アンペア、トータル 3.2 アンペアかで、1つのマックスが、5V 2.4 アンペアということは、片方は 0.8 アンペアということになるのかな。こっちが、うん、最大で 2.4 まで、出力できるっていうものらしいんですけど、まあ、ちょっとこれをね、試しにどんなもんか、私使ってるのがね、iPhone6S これ使ってますので、実際に、これで充電できるかどうか、ちょっと今日ね、まあ、こういうテスターも買ってあるんで、ちょっと明るくて見えないかもしれないんですけども、実際につなげてみます。今ね、見えますかね、14時5分で 51%、うわー暗くて見えねえな、見えるかな、 5.22 の 1.02 アンペアおー結構出力してますね。これでできるんだ。はい、前はね、こういうところ来ても Wi-Fi がつながるようにということで、こういうポケット Wi-Fi 使ってたんですけど、これちょっとね、一つ問題がありまして、3ギガ縛りっていうのがあるんですよ。例えば YouTube 30分ぐらい見てると、もうあっという間に1ギガ2ギガいっちゃいますんで、それでもう使えないなというところで WiMAX さんに相談しましたら、こういうね、室内用だっていうんですけど、ユーロードホーム2プラスっていうのかな、うん、こういう、まあ、置き型の、ルーターを教えていただきまして、USB でつなげると。でこれどういう時使ってるかというとね、私車の中にシガライターがありますよね。そこにこれ挿して車の中で Wi-Fi がつながるようにはしてるんですね。ただこういうピクニックなんか来ちゃうと車から離れちゃいますんで、ちょっとな、まあこれはどうかなと、これまでね、まあ、持ってくるのもどうかなと思うところあるんですけども、これを実際に、先ほどのね、このソーラーパネルつないでみようと思います。Wi-Fi になりました。あ、読み込みみたいになっちゃうな。ちょっとやっぱりこういう一般家庭は無理かもしれないですね、ルーターはちょっと使えないかなと。でやっぱりね、どうしてもルーター使いたいなということで、バッテリー、これね、防塵防滴なのかな、うん、で衝撃にも強いって書いてあったんで、1万ミリアンペアだったかな、1万50ミリアンペアの、蓄電能力があるようです。出力が
1番2番あ1番2番ってあるんだ。あここね、あこっちとこっち違うんだ、右と左。あありますね、こっちが1アンペアでこっちが2アンペアなの、そういうこと。マックス 2.4 アンペアが1番で、2番が、マックスで1アンペアっていうことみたいですね。どっちが1番だ、あこっちが1番だ、こっちが1番、名前のある方でこっちが1番でこっちが2番という形になるのね。で、先ほどのルーターをつなげてみましょうか。電源、ああ、さっき車の中で動いてたんでね、使えると思うんですけど、まあもともとねこういう使い方するもんじゃないんだろうけど、お Wi-Fi 来ました、見えますかね。YouTube もね十分これで見れるんで、これだとね3ギガ縛りがないんですよ。3ギガ縛りがないんで、要はある意味無線ルーターみたいな形で使えるんですよね。おこれ結構使えるな、このバッテリーとこのバッテリーとこの、まあ、ルーター使えば無線当然取れますんで、でその範囲内で、携帯で、できるというところみたいですね。おお面白い。これ自体のこれこう畳んで中に収納できるポケットがついてるんで、畳んで重さが210g で、ソーラーの方、ソーラーパネルの方が441g。震災の時ね一番困ったのがね、ガソリンと電気の供給、そういうのがあったんで、例えば携帯電話使えなくなっちゃうとね、やっぱり電気なくなると使えなくなっちゃうんで、で例えば強制停電なんかしちゃうと充電もできなくなっちゃうんで、そういう時ね晴れてれば、まあ、こういうソーラーパネルこれを使って、携帯電話に充電するのも可能ですね。しかもこれ早いです、電源落としてね、いきます。65% 14時25分、これでスタートです。さあ満充電どのぐらいかかるかね。ということで、それをやってる充電してる間にね、今日は、美味しいサンドイッチとコーヒーを入れてみようかなと思います。じゃあちょっとねこれをこっちへずれていただいて、いつもねコーヒー飲むってなると、斧で叩き割ってとかね、まあそういう形でよくやってるんですけど、ちょっとこういうのをね見つけてきましたんで、これねユニフレームかな、ユニフレームの、自家焙煎ロースターの網なんですよね。こういう形でこう入れて中の網に中に、豆を入れていると、こういうものみたいなんですけども、ちょっとねこれで木豆買ってきましたんで、この中にね、実際の木豆これをこれで 20g ぐらいかな、大体ね、もうちょっと豆あってもいいかな。よし、じゃあこれをね、
こういう感じでいってやってみようかなと思います。今ちょうどね2時半なんで、だいたい10分ぐらいって言ったかな。これねこうやって中見れるんでね、3分ぐらい経ったんですけどね、あちょっと色ついてきたかな、ちょっと色ついてきたかなって感じですね。皮がむけてますね少しね。もうちょっと頑張ろう。お、少し煙が出てきたかな。聞こえますかね。だいたいね15分ぐらい今。あ、収まった。もうパチパチ言わなくなったんで、よし、じゃあちょっとこれで止めてみようかな。どれ、蓋開けてみましょう。お、コーヒー豆だね、これね。あっち。ちょっとこれ、冷ました方がいいんだよね。今日はね、まずね、ゆで卵を買ってきましたんで、これを皮を剥いて、よいしょ、潰して潰して、クロススパイス、これをちょっと入れて、マヨネーズ、これをね入れます。こんなもんでいいかな。はい、一つ出来上がり。卵から、うわー、これ最高にうまいよ、これ。パンの方はね、出来上がりましたんで、さあ次はコーヒー入れましょう。コーヒーはね、今日こっちでやってみようかなと思います。このバスケットに入れてね、だいぶちょっと年季入っちゃってますけどね。で、あとはカフェオレ今日ね作りたいんで、これあのカフェボールっていうんですよね。ナスのあの民芸品屋さんで買ってきたんですけども、これ何使うんですかって聞いたら、これでカフェオレ飲むんですよって言われたんで、でここにねパンをつけて食べるのに、こういうのを使うっていうお話だったんで、先ほどねちょっと調理で使いましたんで、これティッシュとウェットティッシュで拭いてねきれいにしたんで、これに、コーヒーを入れて飲んでみようと思います。これでね、牛乳温めます。
見えた見えた。こっちへ移します。ちょっと少なかったかな。まあいいや。お、できたね。お、湧いた湧いた。もういいかな。よし。おーし、出来上がり。あったけ。ちょっといただいてみます。うまー。何これ、なんか今まで飲んだことないカフェオレ。よし、じゃあ出来上がり。さあ出来上がりました。ちょっとねチーズと生ハムあったんで、これも、パンとねカフェオレの、まあちょっと遅めのランチということで、まずはカフェオレから。優しい味、うまい。じゃあねツナサンドから行きます。クロワッサンで作るツナサンド、うまいっすよ。うん、あーうまっ。クロワッサンのバターが効いてる。うん、めちゃくちゃうまいよこれ。うん、フランスの人はなんかね、パンをつけて食べるっていう話なんだよね。これをね、こうやってつけやすいように器の口が広いんですって。うん、あ、なるほど、うまい。これはいける。クロワッサンにカフェオレのつけパン、これがフランス人の朝ごはんね。なるほど、つけて食べるのがなんかすげえいいんだけど、こうやって食べるのね。うん、うまっ。これは贅沢だな。うん、クロワッサンの程よいバターにミルクとコーヒーの味が絡まって最高。うん、これまたやろう。これうまいな。こんなカフェオレって美味しいんだ。先ほどのね充電どうなってるか。今ね時間は3時37分かな。さっき2時半だったから1時間ぐらいやったのかな。15時37分で、お、97% いってますね。ここ見えるかな。こういうカラビナがねついてくるんで、このねカラビナがついてくるんで、これに紐くっつけてやってね、こういう感じで、でテントのポールの端っこでもこうぶら下げといて、で太陽の光浴びせてやれば、もう
楽勝で携帯は1時間ぐらいで満充電できましたんで、 50% ぐらいしかなかったのかな、 65% だったかな、 65% だったのが、1時間ちょっとで満充電できました。これは家でやってるのと変わんないな。これ防災グッズとして非常に使えると思います。あとこの蓄電池ね、これあのね1万6000だか8000ってやつもあったんですけど、こっちね1万 50mAh なんだけど十分使えますね。電池の残量表示が4つあるんだけど、1時間ずっとつなげっぱなしでまだ4つのまんまですから、見えるかな、ちょっと暗くて分かんないかな、明るすぎるかね、全然まだまだ電池容量残ってますんで、ルーターつなげっぱなしでなんてのいいな。でこれ抜くとね、ここに電源のボタンがあるんで押してみると、あ、ライトつきますね。もう一回押すと、2回押すのか、あ、消える。これだったらまあ多分まあおまけだと思うんで、ちょっとねテントの中夜探すときなんか懐中電灯代わりになるかな。これ便利だな、手のひらサイズ。携帯が、携帯よりちっちゃいもんね、ちょっと厚みはあるけどね、厚みはあるけど携帯よりちっちゃいんで十分、1万でも十分じゃないかな、オーバースペックじゃないけど、使い切るってことないな。これあの説明読んでたら、あの iPhone の 6S 3回充電できるって書いてあったんで、それだけの容量持ってるんだったらもう十分じゃないかなと。あと日中ね、例えばこれでつなげて、こういう風にね使わな、あの充電が他やらないときは、ソーラーパネルと蓄電池、これに、これ自体に蓄電効果はないんで、やっぱりこれと一緒に買うのがベストかなと思って用意したんですけど、これ2つで十分電池、電気ね、これ2つで十分電気あの確保できると思うんで、これは便利だな、軽いしね。